二郎系法巻きをつく。わあ、歌集だね。カロリーの神様助けて、極太じゃん。麺ないのに麺だと錯覚しそう。すげえにんにく。うわ。皆さんこんにちは、シトアナンです。この動画がアップされてる頃にはもう2月。2月といえば節分、恵方巻き。昨年は元旦に巻き寿司を作ったんだけど、今年は時期物として出しちゃうぜ。巻くのはこちら、豚肉、もやし、キャベツ、ニンニク、糖、ジロだ。ということで今回は南南東でニンニクマシマシ二郎系恵方巻きを作ろうと思います。まずはチャーシュー作り。贅沢に今回は2つ使います。バラブロックにフォークで穴を開けていきます。プスプスと裏返してしっかり穴開けていきます。やっぱりね、こうやってフォークで刺すと味がね染み込みやすくなるんで、しみしみのねチャーシューがやっぱ美味しいですからね。お醤油をピャッとかけちゃいます。軽めにね、全体にこうまとわせるような感じでつけます。お醤油をこうカバーするみたいな感じだね。油をまんべんなく引いたフライパンでチャーシューを焼きます。表面にね、しっかり焼き目をつけてください。重たいな。わあ、まださ、醤油しか使ってないのにめちゃくちゃ美味しそうだし、めちゃくちゃいい匂いするの。やべえ、この匂いだけでお酒飲めそう、マジで。全部の面焼きたいので、内側もちゃんとね、油の面もちょっと、こんがり焼いていきたいですね。美味しそうに焼けましたー。画面越しに見ると、うなぎのかば焼きみたいに見えるんだけど、これ。お肉じゃなくて、かば焼きに見えませんか？重て重て。うわ、そう。めちゃくちゃ重いけど美味しそうです。今回は、時短のために、炊飯器を使います。お砂糖、みりん、お酒、お水、お醤油、先ほど焼いたお肉を入れます。もう一個も入れちゃいます。入れ、入れ。ギッチギチだね。皮を剥いたニンニク、生姜スライス、長ネギ。今回はニンニクを恵方巻きの具として使うので、生姜とニンニク生なんですけども、チャーシューを作るだけだったら、生姜とニンニクはチューブで OK です。炊飯器にセットして、通常炊飯します。野菜を切ります。と言っても、今回切るのはキャベツだけです。適当なサイズに短冊切りですかね。こんな感じで。本当に切るものこれだけしかないんですよ。キャベツ。もやしを入れて、さっと茹でます。キャベツめっちゃ美味しそうじゃない？急に野菜が美味しそうに見えるようになったんだよね。焼いた椎茸とか大好き。さっと火が通ったらもう揚げちゃって大丈夫です。食感がね少し残ってた方が美味しいと思うので。これだけで二郎っぽさ出てるね。ご飯に味をつけるタレを作ります。醤油、みりん、味の素。火をつけます。みりんのアルコール飛ばしてください。ひと煮立ちしたら火を止めます。冷ましたご飯に先ほど作ったタレをかけます。かけすぎないように皆さん加減してくださいね。しっかり混ぜます。なんでこんなことしてるかっていうとね、今回麺がないんでご飯が麺の代わりです。でこのタレが返しみたいなね、そういう立場ですね。いい感じの薄茶色がおすすめだな。甘茶色いとマジでしょっぱいと思う。チャーシューが炊けたようです。ちゃんと形が残ってる。ドロドロに溶けちゃうのかなって思ってたんだけど、すごっ。ほいほいほい。あ、これ美味しそう。なんかニンニクもね、結構ちゃんと形が残ってますね。海苔の上にどんどん具材を乗せていきましょう。味付けご飯。これさ、お店の人とかってさ、すごい綺麗に乗せてるじゃん。どうやってんだろうね。アナは素人なんで、気合でなんとか行きたいと思います。チャーシュー、ニンニク、2本目、野菜。こいつがいることでね、二郎風って感じがしますね。巻いていきましょう。まず、この子はこうだよね。あ、怖い怖い怖い。怖いよー。一回でも海苔をこう。あー、怖い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 。怖いけど大丈夫。カロリーの神様助けて。はぁ、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 おー。よし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 。よし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 。断面みんな気になるでしょ？恵方巻きって切っちゃいけないんだよね、本当はね。
お、怖い。極太じゃん。やべえ。完成しました。二郎系恵方巻きです。太い、でかい、うまそう。全面お肉って感じで美味しそう。端っこはね、これなんだろうね、ミル貝ですかね。炊飯器チャーシューの味を確かめましょう。カシッと持ってね。じゃあこの美味しそうな部分いってみようかな。いただきます。柔らか、うまっ。え、びっくりするくらい柔らかいんだけど。かなりさっぱりしてる。余分な脂が溶けちゃったのかな。味も甘じょっぱくてしみしみで美味しい。ご飯と一緒にいただこう。いやー、ちょっとどうかな。すげーにんにく、うわなんだこれ。一緒に炊飯したニンニクが効いてるな。お野菜の食感もジロっぽい。麺ないのに麺だと錯覚しそう。恵方を向いてね、お願い事をするといいらしいので、頑張って食べてお願い事をしたいと思います。うん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 。そんなわけで今日は二郎系恵方巻きを作ってみたんだけど、楽しかったです。炊飯器チャーシューも美味しくできたし、何より巻き巻きして大きなお口で食べるのが楽しかった。皆さんも興味がありましたらぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアナンでした。バイバイ。